今日は恋の季節、ピンキーとキラーズ。この間何やったっけな いつもこれ 季節の中でやったんだよね。カーキークでは、グッバイマイダーリン、岡林信夫。ケでさ、探したけどあんまりないんだよね。まあ、結婚しようよは吉田拓郎だし、まあ、別枠で、結婚するって本当ですかもやっちゃったし、なかなかケで、歌えそうな曲がなかったね。ケを飛ばして、恋の季節、ピンキーとキラーズ 今回からこのなんだメイン画面はこうやって 全部見出しつけて この1枚で済ましちゃうと、画像をその度に変えないと、何かしらやればいいと。自作曲やったり、吉田拓郎の曲やったり、五十音順やったり、喋ったり、まあ、それを、全仕様、1枚画像でやっちゃうと。下の見出し、見出しじゃない、下のスクロール文字だけを変えると。で、この枠は曲名五十音順で、この巻き。で、昨日夜喋ったみたいに、タブレットを用意するとか、スマホで歌詞検索してそれを見ながら、指で2番3番とスクロールしながら、やたら間が空く1曲っていうのがどうも煩わしかったんで、この画面内に歌詞を表示しちゃったら、それを見ながら歌えばいいということも思いついたので、今日はそれをやってみよう。この場面で、恋の季節の歌詞を表示すると、編集画面をポンと押して、で、画像で、マイアイテム、恋の季節はどれかな、これだね。ポンで、これでポンとやって、保存したと。昨日この保存忘れてたんだよね。ちょっと小さいかな 老人では小さいかな。どうしよう。ちょっと、もう少し右に寄せようかな。でもまあいいか。これで今表示されてるはず。やたら前振りの言葉が長かったので、早速歌おう。ちっとも早速じゃないじゃないか まず歌ってからだよな。まあいいや。私は裸足で小さな貝の船浮かべて泣いたの。わけもないのに、恋は私の恋は空を染めて燃えた。で、私を一人にしないと、あの人が言った、恋の季節よ。ルル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 
私の恋は空を染めて燃えたよ。夜明けのコーヒー二人で飲もうと、あの人が言った恋の季節よ。恋は私の恋は空を染めて燃えたよ。夜明けのコーヒー二人で飲もうと、あの人が言った恋の季節よ、恋の季節よ、恋の季節よ。だいぶポンコツなポンコツなピンキーとキラズになっちゃったけど、こうやって歌詞を見ながらだとやりいいな。まあ、じゃあここでちょっと2回目を歌う前にフリートークコーナーこの今陽子って人さ、このピンキラで出てくる前に俺はなんかのね、若者っていうか子供向けのドラマで見てたんだよね。あのなんだろう、グーチョキパーとかいうタイトルだったような気がするんだけど、谷寛一とかが、コメディアンの谷寛一がお父さん役で出てたのかな、かどうかは分からないけど、なんかその少年少女たちが、主人公でお父さんが谷寛一で、そのなんか、友達 A みたいな脇役的な位置で、あの結構派手な感じの目立つ子がいてキャラ立てたんだけど、そしたらあれよあれよという間にあれよあれよっていうのは変だけど、なんか歌番組にピンキーとキラーズなんて出てきちゃって、あこの子知ってるわって、この間のしばらく前の、あのドラマに出てたじゃんって、あ要するにまあ役者だと思ったら歌手になっちゃったんだなと思って、でやたら歌がうまくって、あ要するにまあいきなり歌手で出る前にドラマに出て、まあそういうふうになんて事務所の方針でモデルから出てきて歌手になったり役者になったりっていうのが、まあ芸能界の登場の仕方が、いろいろね、事務所の方針でルックスがいいから、まあ、まずモデルに出してみようとか、ドラマに出してみようとか、でもそしたら歌がうまかったので歌手にしようとか、そういうふうな芸能界への入り口の仕方が事務所の方針だったんだろうな。だ結局、役者にはならずに歌手になったっていうことだね。あれだけうまく歌がうまかったら、子役で置いておくのはもったいないと思ったんだろうな。でまあピンキラって本当に大ブームだったけど、非常になんかコンセプト重視で、もう見た目重視で、あのなんだろう、要するにサウンド的にはグループサウンズだよね。で、こう一点を中心にした男たち、男は刺身の妻みたいなもんで要するにピンキー今陽子の歌をヒットさせるために、ただ一ソロ歌手として出すんじゃなくって、 GS ブームに乗っかって、まあ例えば美空ひばりとブルーコメッツの真っ赤な太陽みたいな、ああいう出方だよね、GS サウンドので、まあなんだか男たちがなんだろう、山高帽じゃない、上が丸いあいなんとかなんとかハットっていうのをかぶって、ピンキーも長いのを着て、なんだこれはみたいな、もう仮装大賞みたいな
もうこれでもかっていう特徴付けをさしてるからさ、まあ、全部ああいうふうにいろいろ考えるんだね事務所って。もう案の定目立ったし、うん、だから狙い通り。だから歌がうまければヒットするってわけじゃなくて、あのルックス、あのコスチューム、全部もう狙い通りのコンセプトグループだったね。なんてまた評論家みたいなことなんだ俺のこれ悪い癖だね。悪い癖かいい癖か分かんないけど、そういうのが好きなんだよ俺ね。あのなんだろう、そういう この曲の裏にあるものはどうのこうのって言うのが好きなんだな。で、あのこのじゃあ2回目歌ってみるんだけど、これはあの合いの手っていうかさ、忘れられないの忘れられないのって、こうなんて臨床っていうのか、なんて掛け合いっていうか、それが特徴づいてたね。忘れられないの忘れられない、あの人が好きよあの人が好き、青いシャツ着てさ青いシャツ着てさ、海を見てたわ見てたわ、私は裸足で私は裸足で、小さな貝の船小さな貝の船、浮かべてなきゃ、なんか接触悪く落としなきゃ、私は裸足で私は裸足で、小さな貝の船小さな貝の船、浮かべて泣いたの、わけもないのにないのに、恋は私の恋は空を染めて燃えた、で私を死ぬまで私を一人にしない一人にしないと、あの人が言ったあの人が言った、恋の季節よ。一人で掛け合いはちょっと間が難しいな。ルル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 ルちょっと恋の季節トン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 、一人バンドの難しいところだな、これがいいんだよなエレキギターならではだな。わたり私はじゃねあれなんだっけ
忘れられないのか。じゃあ3回目歌っちゃおう。One, two, three, four.忘れられないの、あの人が好きよ。青いシャツ着てさ、海を見てたわ。私は裸足で小さな貝の船浮かべて泣いたの。わけもないのに恋は、私の恋は空を染めて燃えたよ。死ぬまで私を一人にしないと、あの人が言った恋の季節よ。私の恋は空を染めて燃えたよ。夜明けのコーヒー二人で飲もうと、あの人が言った恋の季節よ。恋は私の恋は空を染めて燃えたよ。夜明けのコーヒー二人で飲もうと、あの人が言った恋の季節よ。恋の季節よ。恋の季節よ。なんか締め方がおかしかったいい歌だな。いかにもザ・昭和という昭和のヒット曲って歌いやすいのが多いな真っ赤に燃えたでやりたくなっちゃう。これとなんか兄弟ソングみたいな、こう一点っていうところも GS サウンドというところも似てるし、やっぱピンキラと美空ひばり の, あのどっちも夏の歌だし、こういうの何なんだろう、何ビートなんだろう、8ビートかなんかよくわかんないけどすごいテンポが遅くてビートはあるんだけど、そのちゃんちゃんちゃん歌謡曲のノリで歌える GS っていうか歌いやすいんだよな。今のこうふわりというか、何拍子というかものすごい速いんでマスターができないんだけど、この頃はおじさんホイホイすぐ歌えるあとなんだろうな、こう一点と男がそれを囲むような感じの構成っていうのはもう宴会芸にぴったりだよね。女子社員かなんかでリードやって、親父たちが横で小さな貝の船とかやっていかにもなんかそういう宴会見たことないけど目に浮かぶような、もうそういうあれだろうな、会社の忘年会とかもないんだろうないかにもザ・昭和でいい曲だったな、ってことで話しててもキリがないので